皆さんこんにちは。今日は本当に中村美穂さんと、お話をする会を計画をさせていただきました、大勢の皆様方にお越しをいただいて心から感謝を申し上げたいというふうに思います。そしたら早速、始めたい参りたいというふうに思います、私は全体の進行を担当させていただきます。飯田市の市議会議員をやっております木下陽子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、まず最初に、愛女性会議の長野県 の代表を務めておっていただきます田口照子より、ご挨拶を申し上げたいと思います。どうもこんにちは。お忙しい中急な話だったところに声をかけて今日参加していただいて本当にありがとうございます。私は愛女性会の長野県本部の議長なんですけれども、中村美穂さんを美穂さんと歩む会というのが全国で美穂さんを応援しようという会がありまして、その事務局が愛女性会の中央本部がになっております。それで愛女性会議に女性たちがしっかり下支えしようということで中村さんを支えていこうということで動き出していますので、今日はそんなことで私たちが主催をさせていただきました。で本当にね、沖縄県の今の現状本当に腹が煮えくり返るような思いがします。だけど安倍政権のやってきたことはまさにこの間日本をめちゃくちゃにして戦争できる国にしてきたという、そのことの一番根源のところにやっぱり沖縄の戦いが私はあるというふうに思っています。そこの沖縄の力、候補者として中村さんが出てくださるということは何よりも勇気づけられるし、どんなことがあってもやっぱり国会に送りたいという思いを強くしています。ぜひ今日は時間がここをね2時10分に出ないと今度は金沢まで行かなきゃいけなくて、本当に限られた時間ですので、皆さんのお話をしっかり聞いて、で少しでもディスカッションができればというふうに思いますので、ぜひ今日はもう精鋭が集まってくださっていると思いますので、ぜひ長野県のみんなの戦いの中心になっていただければ本当にありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ皆さんどうぞ、はい、お願いします。こんにちは。はい、ありがとうございます。違いのかな、ハイタイグスヨーチュウガナビラ、中村美穂です。沖縄から来ましたが今日は新潟から来たんです実はですね、もうふるさとを離れて3000里の旅をしておりまして、半分ぐらいかな、半分沖縄にいても、でも沖縄も意外と離島が多いんですね。宮古とか石垣とかだからいてもあちこち行ってて、でもこの間は、2週間ぐらい、東北も全部行かせていただいてですね、本当に各地でこのように今日松本で長野で皆さんにこういうふうにお会いできるようにですね、各地で本当に力をいただいて、このような訴えをしています。改めまして中村美穂です。よろしくお願いいたします。ちょっと駅の方で少し街頭をやったんですけれども、沖縄から来たんですかって女性の方もわざわざ立ち止まって聞いてくださったり、しっかりとねこう握手もしてくださったりということで、松本の皆さんはなんかすごい なんだろう関心をこう表してくださる市民の皆さんいるんだなと思ってすごく嬉しくなりました。でもう駅からこうずっとお車で今日中川さんにずっと連れてきていただいたんですが、本当に美しくて山々が多くてね、本当にこんなに なんだろう沖縄とはまた違う本当に深い山と、そしてリンゴが美味しいんですよね。本当にそういう豊かさをすごく感じながらこの場所に来ております。で今ちょうど沖縄は6月でもちろん雨の月でね、だいたい平和行進がある5月15日頃から梅雨入りをするんですよ。そしてだいたい6月23日頃の慰霊の日に向けて梅雨明けをするというね、そういう形でちょうど雨のシーズンと実は沖縄にとっては祈りの月が重なるんです。で6月23日はもちろん皆さん知っていただいていると思うんですけれども、沖縄は一応組織的な戦闘が終結した日ということで慰霊の日が
23日でこの日は公休日になっていて、島中が一日中その祈りに包まれます。去年摩文仁の丘で平和記念式典があった時に、多分皆さんも思い出してくださると思うんですが、小長知事がちょうど、まあ、もう本当にお痩せになってね、半分ぐらいのお体になってました。で、帽子をお取りになって、まさにね、がんの、抗がん剤のそういう、治療の中にあって、それでも本当に、すっとね、しっかりと凛と立って、そして安倍総理や、まあ、もろもろのそういう参列者も含めて政府関係者もおります。で、そういう中で、あまりのその安倍総理の陳腐な寄り添うという言葉だけが虚しく響いて、でもこれに対して本当に小長知事のあの立ち姿といい、そして発した言葉はこのような感じでした。私の、まあ、これ小長知事の言葉ですね。私は県民とのしっかりとしたね、本当に約束を守ると、そして辺野古新基地建設を作らせまいというその意思を、まさにあれだけの24万余りの御霊の前で堂々とおっしゃった。その中で忘れられないのは、知事はこう言ったんですね。私の決意はいつも県民と共にあるというようなことを、まさに彼の本当に言葉としておっしゃって、で、ものすごくその県民のその慰霊のその参列者の中からも大きな拍手と共感と、そして私たちが立てた知事だということを改めてその中で深く確認をできた、そういう慰霊の日でもありました。で、今私たちは繰り返し、もちろん自分たちの意思として明快に辺野古はダメだということを繰り返し示しています。で、これは確かに辺野古のあの環境っていうことを絶対に守ろうっていうことはもちろんこれは大きなことです。ただ一方で、今言うようにあれだけの私たちは沖縄戦を経て、まさに沖縄戦は4名に1名の命が奪われました。これはたまたま弾に当たったとか、そういうなんかことで事故のように亡くなった命ではありません。軍隊がまさに住民の中に入ってきて、住民を盾として、それを作戦としてやったのが沖縄戦の地上戦なんですね。人がいるところにあえて入ってくるという、そういう戦術を取った。そしてまさにここに本土にたどり着かせまいとする持久戦ですよね。そのために、時間稼ぎのために、いかにその住民を巻き込むかということを思って、そのアメリカのその撹乱を図ったりということで、ですので一番失われた命は、もちろん兵隊は兵隊として同じように、その取られていたけれども、そこに残されていた子どもたちや女性たちや、そしてご老人や、そういった方々ほど軍隊と一緒になって巻き込まれて、そして自分のその家や、そして隠れていた、身を潜めていた、そういった業も含めてね、そしていろんな集団自決に追い込まれたり、沖縄には平和の礎がありますよね。あれご覧になったこと、行かれたことはありますか、沖縄には。奥の皆さん、ありがとうございます。礎にはもちろん沖縄の人の名前も彫られてますが、皆さんの長野県出身の皆さんの名前もお一人お一人みんな刻まれています。であれは各県ごとに刻むっていうことと、それから軍人あるいは民間人問わず、それは同じように長野県の出身の、例えば兵隊さんであったにしても、あるいは住民のどなたかがたまたま沖縄にお暮らしになったとしても、その出身者として彫られているんですね。で、それはどういうその意味があるか、そしてあるいは、米兵の名前も彫られています。それから、朝鮮から連れてこられた方々のお名前もあります。台湾の方のお名前もあります。で、どういうことかというと、それは太田知事がこだわったのは、あれを作ったのは太田正秀さんという知事の時代でした。で、彼のその思想はやっぱり命のその尊厳、
重みということの平等性を、それは軍人であるとか非軍人であるとかっていうことを問わず、人の命がこれだけの失われたというね、その規模も含めて石に刻むことを通じて表しています。で、中には実はなんとか、例えば中村でしたら中村家の娘とかですね、中村家の長男っていうふうに彫られている方もいらっしゃるんです。これはどういうことかというと、時にその家族は一家全滅をした家族もあります。ですので、あれは亡くなった人たちがみんな自分の証言によって、自分の親が亡くなった、子供が亡くなった、兄弟が亡くなったということを全部新聞社の協力で全ての戦没者を市町村の行政を通じて全部確認をしたんですよ。ものすごく短い期間でしたけれども、本当に県民挙げて大作業で、もう戦後50年を迎えようとするそういう中にあって、やっぱり記憶風化、いろんなことがある中で、でもあの人が生きていた、あの人もしっかりと生きていたっていうことを、みんながそれを総動員して掘り起こして、そのあれだけ の, その規模 の, 石地にこの刻む作業に入っていったわけですけれども、実はそのさっき言ったように、なんとかの長男とかなんとかの娘とか、そういう名前が出てくるっていうことは、例えば一家全滅をしてしまって、証言をする人が身内に誰もいなくって、でもお隣の人たちがそれを証言をしたというのもあります。で、確かにそこに生きていた人たちがいたと。それからもう一つは、壕といって、ガマの中でみんな身を潜めて、自然なその空洞の中でみんな身を潜めていたんですが、そこは兵隊が入ってきたりしてね、もちろんその中での兵隊による強奪もあり、そして追い出されたりね、ここは軍隊が優先的に使うんだからといって追い出されたケースもあります。そして、その中でその生きていることではなくて、まさに送りのために命をということで、自ら、その自決をしていって、その渡された手榴弾を使って一家が全滅したところもある。それから実はその中で生まれた命もあったんですね。そこで出産をされて、その中で生まれて、けれども名前がつく前に亡くなった方もいるんですよね。でもそれも含めて、名はないけれども何家の何さんの娘だった、息子だったっていうことを確認をされている。で、沖縄の遺骨というのはもちろんありません。もう4人に1人の命があのような状況の中で奪われたわけですから、自分の手元に、家族のもとにお骨が帰るなんてことはないし、そしてどこでっていうようなその場所もよくわからないという、そういう状況でも生きていたということのその重み、その尊厳っていうのは、やっぱり詩の中に刻まれているその数というのは、それだけそこに生きていた人たちの証をね示しているので、そこでもうその23日の日は手を合わせるということが、なんか県民の中では一つのね、家族のその確認になると。で、もう一つ加えて自己紹介的に言えばですね、ひめゆりの塔にももしかしたらいらっしゃった方もあるかもしれません。ひめゆりの塔は少女たちが学徒としてその学校に通っていた、で師範学校で先生になろうというような、そういう志の子どもたちが生徒たちが通っていた、それがひめゆりのいわゆる塔の中に眠っている人たちなんですね。で、資料館に行くとこの亡くなった女の子たちの写真がずらっと並んでいます。で、中の一人が私の大叔母なんですね。で、中村寿恵と言います。で、彼女も同じようにその教員になりたくて学校に行ったけれども、実際にはやっぱりその兵隊と一緒に、従軍のような形でね、その看護師のような形で、その同行をするという中で、どんどんに、深刻なその戦況の中にあって、で、
結局は多くのその仲間が友人たちが死んでいくわけですけれども、その時にその亡くなった末の大叔母の姉の方は、姉も私の大叔母ですけれども、この姉の方はもうすでに教員をしていたわけです。亡くなった末のお姉ちゃんはもうその当時教員をしていてね、で100まで行きました、戦後も。そしてもう最後は本当に認知症になってね、なんだろう、もういろんなことを困難はしていたけれども、ずっと言ってたのは、末はね、妹の末は私が殺したようなもんだと。つまりは当時教壇に立っていた私は、その妹と同じ年頃の若者たちに一度たりともね、生きろと、自分の命を絶対に生かせということを教えたことがなかったということを繰り返し言ってました。お国のために命を捨てることがやっぱりいいことなんだということを、あの当時は教えてしまったし、そしてそうやって妹が実際に末がいなくなったと。で、私にこの末が遺影を見ても私もなるほどと思うんですが、みんなが似てるって言うんですよ、私とその亡くなったね、ひめゆりの末は。だからもう最後は私と末を間違って、私にしょっちゅう謝られてですね、うん、末ごめんね、ってそんな感じでね。でもそれくらいやっぱりその私たちの家族にもそうですが、どの家族にもまさに4名に1名ということは、そういった家族の物語があります。そして私たちはいつもその戦争を体験した世代のおじいちゃんやおばあちゃんや、あるいは親の世代や、あるいはその近くのそういった先輩方からいつもその話を聞かされて、そしてまるでもう県民の中で教訓としてそのこと確認があるのは、やっぱり軍隊は住民を守らないということを何度も繰り返し、それは聞いてきました。例えば沖縄には有人離島がいくつもありますけれども、軍隊が実際に駐留していた島と、そしていなかった、そこには配備がなかったという島とはね、全くその被害が違うわけです。いた島ほどそれは狙われる、そしていた島ほど軍隊に巻き込まれて、先ほどのようなね、ああいう惨状に、その巻き込まれていくっていう、そういうことがありますので、実際に本当に生きた者のその言葉として、軍隊は住民を守らないっていうのは、いつでも私たちの中で、心の中でですね、確認をされた言葉です。ですのでそういったそのことを思うときに、今例えば秋田のイージスアショアもそうです、あるいは今宮古や石垣や与那国、沖縄は辺野古の新基地もそうなんですけれども、実は各島々で、奄美大島まで含めてですね、今南西諸島防衛でものすごく自衛隊の増強配備、強行配備が進んでいます。で、本当に住民の不安、例えばイージスもそうですけれども、宮古も、ミサイル基地、レーダー基地なんですね、与那国もそうです。そうなるとやっぱり見えない電磁波のいろんな、その恐怖、これに対する不安というのはものすごくあるし、それからミサイル基地ですから弾薬庫を抱えさせられるんです。で、この間のイージス・アショアは、あそこがなぜ秋田が敵地なのだということについて、全くその根拠となるデータすらね、それは何だったんだ、あんなミスが許されるのかというような、そういった状況の中でも結論は敵地であるという結論だけは変わらないという、そういうことで、まさに配備ありきの強行の状況にあって、今秋田市は非常にですね、市民は怒っている。私もその現場に行きましたけれども、まさにそこは全く隣に学校や住宅が広がる、まさに人々が暮らす地域そのものです。そして今言う島、各島々も全く町の中で、でこの間、発覚したのは、もしひとたびそのミサイル弾薬庫に火がついた時、これから人々が、命を守るにはですね、2分で1キロ逃げなさいというのが防衛省が持っているそもそもの配備計画なんです。そうなるともはやあんな小さな島で逃げ場もないし、だいたいその火がついて2分で1キロ逃げなさいなんてことを
想定された配備計画というのは、そもそもそこにいる人たちの命を守ろうという前提で作られたものではないわけですね。巻き込むことを前提に、そこに暮らす人たちの命をそもそも守るという前提ではない形の配備計画が実際のことであって、それは先ほど沖縄の人たちがあれだけの軍民一体となったあの去る沖縄戦でね、体験したのと同じような状況が実際のこの国防やその軍備といわれる実際の中身であって、だからいつでもやっぱり繰り返し沖縄の人たちがその県民投票や選挙を通じて何度でもその自分たちの意思を、揺るがない意思を、決意を持って示せるのは、やっぱり根底にこういった経験や教えや、そして実態の今ある基地のあの状況にやっぱり日々接する中で、直感的に新たな軍事基地の配備というのは私たちの命を守るものではないということをやっぱりそれぞれが察知できるからだと思うんですね。で、これは非常にその、今回も、まあ、県民投票は2月にありました。で、そもそもその以前から私たちはその意思を明快にしてきたと思ってます。県知事選でも、尾長さんの県知事選挙でも圧倒的な勝利を得た。で、その後早まった知事選でしたが、その尾長さんの意思をまさに継ぐことを明確に表明して、玉城デニー知事はそれ以上の得票を持って、また県民の団結の中、私たちは勝利をしていったけれども、実際にはそういった選挙の結果を受けても、この政府は一顧だにせずに、あの土砂投入を翌日から強行するわけですよね。こういった状況の中で、尾長さんはまさに埋め立て承認を撤回しました。埋め立て承認というのは県知事の権限なんですね。だからそもそも埋め立てが始まったのも、尾長さんが誕生する前の中山知事が承認をしたために、あの工事は結局は着手をされて強行的に今進んでるわけです。で、それを撤回する権限も知事が持っていて、それをまさに実践したのが尾長さんだったわけです。そして尾長さんが撤回したけれども、結局そのことに対して政府が取ったのは、まさにそのことを沖縄県が違法であると言って裁判にまず沖縄県を訴えたわけですね。沖縄は何度も、まあ、政府との裁判闘争を経験してますけれども、このまさに埋め立てをめぐる承認の撤回をめぐる裁判もありました。で、その中でじゃあ裁判はどういうふうにこれを判断したかというと、尾長知事はあらゆる環境上の要件を満たしていないこと、そしてさらに加えてこの島で暮らす人たちの声が、まさに民意がこの基地を拒否していること、これはやっぱり大きな埋め立てを進める上での公共性が問われている、公益ではないということを、この、沖縄の民意に照らして尾長知事は、その判断の一つにしたわけです。で、これを裁判はどういったかというと、選挙はそもそも県知事選で尾長知事が圧勝しようがですね、選挙というのはいろんな争点があると言いたいのは、つまりは経済政策もあるでしょう、子育て政策もあるでしょう、まちづくりもあるでしょうと、辺野古だけじゃないんでしょうって、だから尾長知事が圧勝したことをもって県民の民意が辺野古反対とは言えませんよっていうふうに、裁判はそういうふうにまさに政府に忖度をするような判断をして、沖縄県が取ったその撤回という知事の判断はまさに違法だ、無効だということで結論を出したわけです。私たちはあれほどのその選挙の中で本当にこれ以上ない辺野古を大争点にして戦った。それは尾長知事の選挙もそうでした。その後に来た衆議院議員選挙も本当に圧勝しながら全選挙区でそのことを争点にして勝ち抜いたわけです。そして引き続きの玉城知事の選挙もそうだったけれども、実際には裁判の判断は、選挙はいろんな争点があるから辺野古反対とまでは言えないっていう、そういう言い方だったんですね。それで結局私たちはこれでもかという状況に入っていく中で、特に若い人たちが立ち上がって、そして署名をしながら県民投票をやろうと、だったら一点突破でその争点を明確にする選挙をしようということで県民投票に入っていったわけです。
そしてその2月の県民投票はまさに 72% の圧倒的な反対の意思と、そして全ての41の市町村でその反対が圧倒的多数を占めるという結果を得たわけですね。けれども同じように今政府の強硬ぶりは続いています。で、じゃあこの辺野古っていうのがそんなに必要なのかっていうところも、もちろん私たちはそこも全然説明になってないと思いますが、今言われているじゃあ普天間基地のその状況どうなんだっていうことを改めてぜひお話をしたいと思います。普天間基地は町の真ん中にもちろんあるということでよく言われてますね。で、私は実は嘉手納基地の周辺の生まれ育ちで、沖縄ではコザといえば大体みんな母って言うんだけど、もう基地の町の象徴です。私はそこでちょうど復帰の年に生まれて、今47歳、沖縄も47歳復帰してですね。で、私の1972年昭和47年生まれの子どもたちのことを沖縄では復帰っ子って言うんですよ。復帰の子どもって書いて復帰っ子って言うんですね。だからいつも、ああ復帰っ子だね、復帰っ子がもう5歳になったねとか言いながら、なんか社会にこう復帰の年に生まれたことを含めてね、すごくその成長を節目として言われたという連帯感がありますけれども、そういった私の町のその嘉手納基地の状況も普天間基地の状況もまさに爆音の中にあって、でその普天間基地のその、中ではどうだったかっていうと、1年半前に子どもたちがその、体育の授業をしている運動場に窓が落っこってくるというね、飛んでる米軍機から窓が落ちてくるという事故がありました。で、あの時の状況はどうだったかというと、ある学年がそこでやってたところを他の学年がもう一学年来て、それでちょっと寄ってねって言ってちょっとずれたんですって、鉄棒の方に。そしたら本当にその瞬間までいたその場所に上から窓が落っこってきたんで、もう子どもたちも先生たちももう精神的にもね、本当にもう恐怖におののいてというその状況がしばらく続きました。そしてその後一瞬グランドはもう数ヶ月ですかね、体育の授業ができない状態で、もちろんもう子どもたちのまず心の不安を取り戻さなきゃいけないということで、体育は体育館やその他の授業に切り替えるということで、子どもたちが遊べる状況ではしばらくなくなりましたが、その後授業運動場の使用が復活して、でどうなったと思いますか。そこはですね、まず授業の再開の時には防衛局の職員がですね、沖縄防衛局の職員が校舎の屋上に立って、2人立って、そして戦闘機が飛んでくるとですね、旗を上げて、子どもたちが、先生がそれを見てピッてやったらその逃げるということを繰り返しています。つまり事故があって戦闘機が飛ばなくなったんじゃなくって、戦闘機が来たら逃げるということが始まったわけですね。そして、しばらくその状況が続いて、今度は学校の運動場のその端と端に今度は防空壕みたいなシェルターを作って、コンクリートの、そして今もちろんありますよ、行ったら、学校にはなかなかあれですけども、私も1年経った頃行きましたけれども、そこにその箱があってね、そこにピッて行ったら逃げるという、もう防衛局はいなくなったけど旗持ちはいなくなったが、飛んできたら先生が判断して、子どもたちを避難に誘導するということが、1回の授業にですね3回も4回も、一番多い時には7回ぐらいあったそうですけども、もうそうなるともう授業をやってるのか、もう避難訓練させられてるのか、もうわけがわからないような状況の中で子どもたちが過ごしてます。で、ちょうどあれは1年半前の冬でしたので、1年後のまた年明けて、校長先生にお会いしに行ってね、どうですかねって、あれからどうですかねっていう話を聞いたら、もうねって、美桜さん、もう僕はね700回ぐらいまでは数えたんだと、避難の数を。っていうのはやっぱりほら、事故から何ヶ月、1ヶ月、事故から3ヶ月、事故から半年っていう形で取材にね、マスコミの皆さんもいらっしゃるじゃないですか。そしたらそのたんびに何回ぐらい避難しましたかって聞かれるんで、途中までは数えてたと。でも1年しないうちにもう700回にもなっちゃったんで、もう
もう数えてもいられないし、でそもそも子どもたちには校長先生自身がそこの学校の卒業生なんですよ。で僕たちの子どもの頃からそうなんだけれども、もう申し訳ないんだけれども、この環境の中でね、子どもたちにはもう自分の身は自分の命は自分で守れと、もうね今日の飛んでるヘリはおかしいな、戦闘機はなんか角度が変だな、音がいつもと違うなと思ったらもう自分で逃げなさいと言っているんだと。もうこんな風に避難訓練ばっかりやってたら、もう子どもたちは本当に遊ぶのが仕事でね、のびのびと授業中だけじゃないですよ、子どもたちは本当に転げ回ってその大事な時間を生きてます。それを本当に確保してあげられないというその悔しさですね。そしてそれすらあんな大変な事故が起きても、それを根本的に解決できないこの国の実際の日米安保の現場がそうなっているということに、果たして本当にこの同じ国で生きていて皆さんどう思われますでしょうかね。そういった最も安全であるはずのその象徴であるべき学校の状況がこんな環境でも、これは私たちの日常がいかに異常であるかっていうことをやっぱり一緒に考えなきゃいけないと思うんです。あのようにですね、滑走路の延長線上に人々が暮らす場所や学校や病院やあらゆるものが滑走路の延長線上にあるなどというような、そんな飛行場、そんな滑走路というのはそもそもアメリカ本国でも許されない基地なんですね。当たり前です。それは日本の航空法の基準も安全の基準も何も満たしていません。ところが、じゃあなぜ米軍基地があのように存在できるのかというと、実際には日本の米軍の存在やその訓練を規定しているのは憲法や航空法やいろんな日本の法律ではなくて日米地位協定だからです。日米地位協定はあらゆるその基準や憲法を超えて、まさに厳然とその基地の運用や、どこにその基地を配備するかも含めて日米地位協定が決めていますので、全く度外視されたこの運用を許しているのは世界中のこの国だけなんですね。本当にそうなんです。そして私もアメリカの米軍基地も見に行きましたけれども、アメリカの本国の基地ですね、要は米軍基地というのはアメリカの中で空軍基地も見に行きました。もう一っ子一人どころか、お家もその基地の周辺なんて何も見えません。全くもうそのポツンとこの米軍基地があるというような、ためだけのね、その地域があるわけで、そこに周辺に住宅があるような環境、騒音が響くような環境というのはありえないわけですね。ところが沖縄では住宅の締め合う中に基地を置いているという、こんな環境が戦後ずっと続いている。そもそもなぜそういうふうな環境になったかというと、実際にはもともと人が暮らしてたところに基地がやってきたからですね。先ほどの沖縄戦の状況の中で、人々はまず戦争が終わったと言われて収容所に囲われました。全員収容所に連れて行かれた、気の身気のままね。そして数ヶ月が経って、はいどうぞお家に帰っていいですよって言って、その帰った場所はまさにもうすでに鉄条網で、自分のふるさとはそこの中にあったわけです。入れないわけです。だから沖縄では今でもお墓参りなんかは特別なパスを持って自分のそのお墓があるところに入っていくわけですよね。今でも圧倒的にあれは個人誘致であって、普天間基地も嘉手納基地も、それぞれの地主がいますけれども、その土地は、返してほしくってもですね、強制的に使用をし続けされられるようなそんな仕組みの中にあるから、契約が切れても更新したくなくても結局は強制的に使用が許されていくという中で、戦後74年一度たりとも地主はその土地に自分たちのそのふるさとを取り戻せないままあのような環境ができた。だからあんな狭い島でどこに行くわけでもなく、やっぱりその自分のふるさとのより近いところに人々は当たり前のように住みますから、そうなるとあの基地があのように住宅の密集の中にやっぱり入り込んできたという困難状況なんですね。そしてさっき言った日米地位協定です。これは実際には日米地位協定は何だろう、例えば同じようにその敗戦国であるねドイツやイタリアや、あるいは韓国やね
フィリピンも同じように国内に米軍基地があります、あります。米軍がそこで演習もするけれども、そのような環境の中でじゃあ同じように日本と同じようかっていうと、それは全然違っていて、自分たちの国の基準をしっかりと守らせるということにどんどんに地位協定の改定を進めてきたわけです。それは事件事故が起こるたんびにね、国民がものすごくそのことに対して怒りを持って政府を追及してきたわけです。だから強い交渉権を持って、例えばドイツやイタリアなんかは自国の基準を守らせる上に、申請通りにここからここだけ飛んでください、何時から何時まで飛んでくださいということをきちんと厳格に守らせる、そういった規定を作り出してきましたし、自治体がそもそも入っていけるそういう権利も確保しています。ひとたび何かその環境に何か恐れがあったりするときには立ち入りを基本的にできるようなところまで歩みを進めてきました。そういうぐらい強い交渉力を持ってきたけれども、実際には、今の日本の地位協定は政府は一度たりとも改定の要求を上げたことがないんですね。改定をしたことないどころか改定の要求も上げたことがないんです。これはどういうことでしょうか。ちょうど沖縄戦が終わって10年ぐらい経った頃には本土には9割ぐらいの基地がありました。沖縄にあったのは1割ぐらいです。それが復帰を迎える中で、ちょうど復帰した時点では本土にある基地がだいたい6割で沖縄には4割ぐらいで、戦後復帰後どんどんに本土にあった基地は返還をされていって、そしてもっと言えば例えば山梨や岐阜にあった海兵隊は沖縄の方に引っ越しをしました、移転をしました。ですのでここで問題を起こして、ここでその追い払われた米軍基地は反対運動に遭いながら、実際にはそれは沖縄に移ってしまったから今では沖縄に7割というね基地が割合としてその圧倒する、その集中的な、その置かれ方をするということになったので、結局は多くの国民の目の前からはあたかももう主権国家であるかのような地位協定問題というのが目の前からやっぱり消えてしまったと思うんですね。だから実際には韓国のように国民が突き上げて改定要求させて、環境権を確保させる、自国の環境基準を守らせるというような、そんな強い国民の声の要求につながらない。あ、沖縄大変ね、かわいそうね、また事故があったので、その瞬間は一瞬気づくんだけれども、毎日のように私たちの環境のようなことが目の前に起こるわけではないから、実際にはおそらくそういって政府が改定要求をするというところまで突き上げられていないというのが実態ではないかと思うんです。ところが実際にはですね、じゃあこれは本当に地位協定は沖縄だけの問題かっていうと全然そうではなくって、例えば北方領土の交渉をしてますよね、返還の。そしたらプーチン大統領は安倍総理にもしそこを返すようになったら北方領土に米軍基地を置かない約束できますかって聞いてますよ。ところが安倍総理はそのことに対して、一国の総理であってもね、その外交上のその代表者であったとしても米軍基地を置くか置かないかの約束はできないんです。なぜならば日米地位協定そのものが米軍が要求することを断らないという前提の中で仕組みが成り立っているから。で、実際にその規定をしているのは地位協定の中の合同委員会という仕組みがあります。そこは実際の協議機関で、誰がじゃあ交渉しているのって言ったら、日本の代表のトップは外務省の北米局長、まあ、いわゆるアメリカ担当の局長が、トップで、その合同委員会で交渉するトップの役割。そしてアメリカ側から来るのはじゃあ誰かっていうと、在日米軍の副司令官がトップなんです。つまり交渉の相手は軍人なんですよ、軍人。そこで決められるその合意の範囲内で、結局は米軍が必要とするところに、その軍隊を置けるし、そして訓練も彼らが必要だと言ったら、さっき言ったように時間外の飛行であれ、あるいはルート外であれ、どこでも飛んでる姿が確認できるのは
米軍が必要だと言ってそこを飛ぶときに日本政府は必要ならどうぞっていう態度をそもそも約束してるんですね。だから最初から飛行ルートはあってないようなものだという形で、例えば一番大きいところで羽田空港の空の上、まさに首都圏の空の上が、そうですよね。見えないけれども米軍基地ですよ。だから羽田空港に入ってくるあの民間機、あの全日空だろうが日本航空だろうが、私たちが通常乗るあの飛行機はみんな迂回をしながらちょっとへんてこな飛び方をして必ず羽田空港に入っていきますよ。そして一番安全な空域は米軍が持っているので、その間を抜けるようにね、非常にストレスのかかる飛び方をしているので、まあ、燃料代も年間数億余分にそのかかるし、それからそのやっぱり飛び方が不安定、その狭いところの空域を抜けてくるので非常にパイロットの皆さんもストレスがかかるんですね。もっとその空域を開けてほしい、変換をしてほしい、オリンピックでお客さんいっぱい来るからその枠をね拡大したいということを言っても、米軍の空域が結局もう優先で、あそこは米軍基地なので、それも今交渉ができないまんま、同じように沖縄の空の上も羽田の空の上もこの首都圏の空の上もですね、やっぱり米軍基地なんですね。だから実際には見えないどころか、本当に私たちのその、置かせてる米軍の実態の運用っていうのを決めてるその協議機関の、しかも相手は軍人がなお出てきてるっていうこの状況っていうのは、全くもう占領状態のあの形をねそのまま74年間引っ張ってきてるようなもんですよ。これで実際には本当にこのような情けない状況が続いてるっていうのが現実だと思います。でそのしわ寄せの圧倒が沖縄に来るので、私たちの目の前では毎日それが起こるので、それがよく見えるんだけれども、圧倒的な国民の中ではそれは毎日のことではなくなってしまってるっていう、そんな感じではないかなと。けれども実際にはさっきのイージス・アショアもそうですし、それから各地で今自衛隊の増強配備も進んでますけれども、こういった課題はね本当に、もう人事ではなくなっているというようなオスプレイの飛行もあります。それから F-35 もこの間トランプ大統領来てね、何でしょう、そのお相撲を見たんですか、ね、ゴルフしたりとか、その中で何度も確認されたのは、結局一機100億円ね超えるような、110億円とか何十億円とか言われるような、そういった F-35 のあの戦闘機を100機以上も購入すると言って自慢げにね、そして日本がもう最大の日本のアメリカのねその武器や戦闘機を購入する最大の購入国だと言ってひけらかされてね、そういう状況です。貿易交渉だって自分たちに有利だぞっていうことをアピールされて、本当になすがまま私たちの国がもろともね、その彼らの国益、彼らのというのはアメリカの国益の中で動かされているっていうのが、これほどまでに強まったこういう政権、こういう時代はないのではないかというぐらいの今状況だと思います。 F-35 なんてこの間青森で落ちて、でもそれでも本当に事故原因もわからないけれども、実際はパイロットの人為的なミスだったというふうに結論だけがあってね、本当にそうかどうか、フライトレコーダーも判読されてない、こういう状況の中で機体には何の問題もなかったっていうようなことを言いますけれども、あれ墜落したっていつも沖縄でそうなんですね。沖縄ではあちこち落ちてます。例えばオスプレイも、海岸端で落ちました、名護のね。でも機体はもうめちゃくちゃになって、羽もこんなちぎれて、そしてもう空中給油機もダーってホースも出てるのに、あれを見て日本政府もアメリカも発表したのは緊急着陸っていうんですよね。でこっちの日本の新聞は、中央のメディアは政府が言った通り緊急着陸って書いたんですよ。不時着とか緊急着陸ってね。でも沖縄の新聞は墜落事故っていうふうに打ちましたよ。誰が見てもあれ事故だもん、墜落だもん、墜落炎上もう大破っていうことですよね。そして、そういった状況でもあれは機体が悪いんじゃない、パイロットがどうしたんだっていつも、人のせい、
その、そもそも軍隊や、装備に関わることに何の問題もないというのがいつもの結論だから、沖縄国際大学大学の構内に、落ちた時にも、むしろそのパイロットはその狭いその大学の構内の駐車場の方に落ちたからよくやったってその司令官に褒められたんですよ。民間地で落ちて実際に民間地で起きた事故がいくらもあるんですけれども、その中でじゃあ日本の警察はどうしてるかっていうと、もう米軍がその周辺をね取り囲んだら、さらにその周辺の外周をまた警察が取り囲んで見てるだけです。地位協定は指一本彼らの機体に触れられないことをさっき言った合同委員会の中でもう約束をしていて、だから基地内で起きた事故じゃないですよ、民間地で起きた事故であるにもかかわらず日本の当局や自治体も一本も近づけないんですよ。そしてそこはもう忽然とまるで占領状態というその場面が広がって、なんだなんだと消防も警察も追い出されて、それをただ見てるだけっていうこんな状況で実際にはその場が繰り広げられる、こういうシーンを私たちは本当に何回も見ていて、果たして本当にここ主権国家なのかっていうのはもう繰り返される、こういった状況です。でこういった状況を見てるからこそ実際にはその今の辺野古の基地をどんなに県民に何度問われてもそれは受け入れるという話には到底なり得ないんですね。普天間からたかだか38キロ離れたところにその基地が移ったにしてもですよ、もうすでにその基地より遠いところで普天間の所属機があちこちで落ちてます。だから逆もしかりで、それを30キロ先に作ったってまた、そのどこがね墜落現場になるのかっていうのが分からない状態で運用がされてます。もう空中が全部演習場ですからね。だからあまりその、基地の移転自体に、根本の解決にならないということは、また誰かが泣くだけだということは、みんな県民はそれを分かってるから、普天間基地を抱える宜野湾市民でさえ県民本投票の時にもやっぱり、辺野古反対というのが圧倒するわけですよ。それは誰だって目の前にあるね自分のところからよそに行ってほしいって気持ちはありますよ。それでもなおそれが辺野古に作ることでじゃあ沖縄県民の命が守られるということにはならないということ分かってるから、あれだけの連帯感と団結を持って何度問われても辺野古はダメだというね、その結論がやっぱり出てくるんだと思います。そしてもう一つ言えば、稲田防衛大臣がポロッと言っちゃってですね、実は普天間を返すんだ返すんだ、これが普天間を返す唯一の策なんだって政府は辺野古が唯一と呪文のように言ってますけどね、そこを稲田さんって防衛大臣いましたでしょ、で言ったのは、実は辺野古ができても普天間の滑走路よりはだいぶ短いんですよ、滑走路の長さが。だから今海兵隊が使ってるのが普天間基地ですけども、普天間基地の2700メートル級の滑走路をの今その使用を満たすものが辺野古ではできないから、辺野古を作っても、もう一つ普天間のような滑走路の場所を提供しない限りは普天間も使えますっていうことをアメリカと約束してるんですよね。だから辺野古に新しい基地ができても普天間を直ちに返すということにはなっていないということをすでにアメリカとも約束が交わされていて、だから辺野古作っても普天間居続けるぞっていうのはもう県民の中ではバレちゃってるので、もう余計にそこは通用しない話になってるんですね。だからあまりこのようななんていうのかな、県民の今の意思が到底その揺らぐということはありえませんし、でもう一つ加えて言えばですね、先ほど圧倒的にその県民の米軍基地は個人誘致であるということを言いましたね。でまさにそうなんです。だから沖縄の人たちは裁判闘争もやってるぐらい、自分たちの土地を返せと、ところがあれは使い続けられるように国会の圧倒的多数の中で、土地収用の特措法、特別措置法ができて沖縄の基地を、10年20年と長期で、契約をして、で契約を拒む者に対してはさらに強制的に使用し続けられるっていうふうに法改正をずっとやってきたわけです。だから、返してもらえないということは続いてるけれども、
ただその尾長さんが選挙の知事選に出るときに繰り返し言ったのは、先人たちはそうであったとしてもその米軍占領下においてその土地を売ることだけはしなかったと。今オール沖縄の戦いというのがありますけれども、実は復帰前は島ぐるみ闘争といって、その土地をめぐる闘争がありました。でそれはオール沖縄のようにですね、保守も革新もなく本当に団結をして土地を手放すまいという運動だったんです。アメリカは本当は面倒くさいから一括で買って二束三文で買い叩きたかったんですよ。けれども沖縄の人たちはもちろん土地代の安さもあったが、やっぱりこれを一旦手放すと先祖代々のね、私たちの自分たちの、命の土地をね、やっぱり売り渡すことにはなってはならないと、手放せないということで団結をして絶対に売らないという戦いをみんなで、確認をしながらやってきたわけです。だから今でも地主がいて、その、土地の、所有者というのが、県民の中にあります。で、これがじゃあ辺野古を作られたらどうなるかってことですね。辺野古はあれを作ってるのは国です、防衛省ですね、事業者は。そうするとあれが埋め立てられて、もちろん滑走路ですから陸地になります。で陸地になったらどうなるかっていうと、あれは国有地になるわけです。そうなるとですね、尾長知事が言ったのは、まさに今私たちがもう抱えさせられているこの基地っていうのは返還を求めるというその権利がある土地だと。つまり私たち自身のそれぞれの土地ですから、返せと言って声を上げられることができる、そういう権利のある土地だけれども、あの海を埋めてしまったらまさに国有地になってしまえば、返還を求めるというその権利すら持てないような、そんな基地を私たちは50年100年とやっぱり次の世代にね、これを残して良いのかということを県民に問いかけたわけですよね。まさしくそういう意味では私たちはやっぱりその次の世代の子どもや、そのさらに未来のそういった沖縄にこれ以上の軍事に巻き込まれるような、そんな環境を残してはいけないという今を生きる者の責任としての団結なんですよ。だからあの海を埋め立てさせてはならないということはやっぱり本当に繰り返しそうなんです。そして今加えて言えば、できないというふうに私たちは思ってるんですね。というのも聞いていらっしゃるかもしれませんが、あそこは非常に地盤が柔らかくて軟弱だそうです。でマヨネーズ状って言われているような、そんな、柔らかいところがあると。そして今やってるところは比較的浅瀬で、まだまだ面積小さくてですね、全体のまだ1割ぐらいなんですよ、工事の全体から言うと。だけどもこの残るところの面積自体は6割ぐらいを占める、深いところはもう90メートルぐらいの深さの軟弱地盤があると言われているので、そこをやれるようなその作業の作業できるような船とか、日本で その90メートルの深さの今7万7千本の杭を打つと言ってるんですけれども、そういった、深さの打てるようなその技術もそして実績もないということで、今どんなにそれを国会で聞かれても答えられないんですよね。国はいつまでにやるとか、いくらかかるとか、どんなふうにやるんだっていうことをまだ示し得ていないけれども、これは変更計画を必ず知事に提出して、さっき言ったようにこれは埋め立て法でね、知事が権限を持って、承認をしなければ、この計画は進められませんので、私たちはやっぱり確認をされてきたその民意をしっかりとね、知事がそれを生かして、この声を背景としながら、その止めていくということに本当にその、進めていこうということで今頑張っています。でこれは、沖縄だけの民意ではないというふうに思っています。というのもやっぱり全国の世論調査もそうなんです。辺野古のことに対して反対というのがやっぱり賛成を大きく上回って、国民の声でもあるんですね。ですのでやっぱりそういったことを含め、そして、今このような形で民意が押しつぶされるような、こういう政治を本当に許せば、これは
長野でも同じように松本でも今日いらっしゃる皆さんの本当にふるさとでもこんなことが起こりうるということをやっぱり示しているというふうに危機をね一緒に共有をしていきたいと思います。これが本当に例えば福島の、 あの原発事故の収束も含めてね、国策であれだけ本当に翻弄されてふるさとを奪われた人たちのその中からも今回のこの沖縄に対する非常に関心の高いものがあって、自分たちと同じだと、やっぱりこうやって命やふるさとを奪われていくっていうことの中で沖縄があんだけ声を上げていることに本当に自分たちは連携をしてそこをしっかりと支え合うということを各地で本当に上げていかなきゃいけないんだっていうことを声としてあの応援として寄せてくださいます。そういう意味でもぜひ、お力をいただいて、一緒に頑張りたい、その思いを持って、今日短い時間ですが、こうやって松本で皆さんにお会いできたこと本当に感謝をいたします。ぜひ一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。